皆さんこんばんは。5月30日水曜日、日本文化チャンネルさくら沖縄の声のお時間です。当番組は2000人委員会、友の会、共産広告広告主、総 TV をご覧いただいている皆様のご支援でお送りしております。水曜キャスターの宮平大作です。よろしくお願いいたします。はい、同じく栗脇拓馬です。はい、ですね、はい、今日もちょっと今日、まあいろいろあるんですけど、まずこれからいきましょうかね、はい、元男組添田篤弘君が、はい、篤弘氏が亡くなりました、はい、ですね、皆さんもこの方からね、被害に遭ったとか、まあ、前回4番でしたっけ、方結構いると思うんですけどね、先月4月13日かなんかに亡くなってるんですよ、はい、ちょっと自分もびっくりでしたね。そうですね、ちょっと結構大きなニュースになったと思うんですが、はい、うん、ですね、これはこの1週間で、知れ渡った情報というか、そうですね、これが最近聞いたんでね、ほら、高いヘリパッド建設に反対、はい、沖縄県東村高い周辺の米軍ヘリパッド建設反対運動中に逮捕され、執行猶予付き有罪判決が確定した添田篤弘さんが病気のため東京都内の自宅で死去していたことが26日分かった、まあ、ちょっとまあ、その前にの表現に傷つけてもしょうがないんですけどね、はい、ね、で、TKP 東京駅日本橋カンファレンスセンターで後日沖縄県内でも開くっていう忍ぶ会がですね、忍ぶ会が、はいはい、あるということですね、うん、でちょっともうこれもおかしいんですけどね、共に裁判を受けた沖縄平和運動センターの山城博司議長は、権力に目をつけられ潰された彼が愛した弱き者、差別される者に未来があるよう私たちが頑張ることが意思に応えることとなると何言ってるか分かんないんですけど、ね、まあね、ちょっと捕まっ5万円もらってたじゃないですか、弁護士から。あ、一時期あ、そうですね、で、はい、沖縄に来て、なんでその時にちょっと弁当持ちだったでしょ、うん、はいはい、うん、でなんでそんなやつを送り込んできて、うん、来てんだって思って案の定捕まって、うん、でまた罪を重ねることになった、うん、でその後痴漢疑惑、はい、まあね、が出てきたじゃないですか、そっから急激に引かれていって、うん、なんかもう支援するのやめろ宣言まで一時期は飛び出してましたね、向こう界隈から、はい、ね、本当に何ですかね、もうその痴漢被害について謝罪もせずにそのまま行ったことは残念ですけどね、はい、うん、もうとにかく亡くなった方なんで、ご冥福をお祈りいたしたいと思いますんでね、はい、そうですね、はい、もうお悔やみを申し上げますということで、はい、うん、ちょっと私個人としてもちょっとショックなんです、うん、1回確か会って2回ほど電話したんです、うん、したことがあるんですよ、うん、電話を送りつけてきたんで、はい、で2回目が確か捕まる前日だったかな、前日だったかな、確認したんで、あれあなたなのって聞いたんですよ、はい、じゃあ俺じゃないよって言うから、あ、そうだもんね、ちょっと声のトーン違うような気がしたから、なんか逮捕されるって噂が出てるけど、うん、あ、そうなんだって言ったら、空港で、うん、で逮捕されちゃって、うん、
そのまま交流が続いてましたよね。うん、はい、そうですね。で、ちょっと亡くなったにしてもちょっと、ね、4月13日4月、先月ですか。そうですね、13日に亡くなったってことなんですけどね。これがちょっとあの忍ぶ会のご案内ですね。はい、ね、添田篤弘さんを忍ぶ会って出てますね。あの平塚の伊藤大輔さんが多分実行委員会の委員長をやるんじゃないかなとは思いますけど、うん、ね、あの我々日本人ですよね、うんうん、日本人はあの死体用に鞭打つようなことはしません、うん、はいはい、ね、ただあの個人を忍んで、うん、ね、あのご冥福をお祈りいたしましょう、うん、はい、そうですね、はい、でところでですよ、はい、なんだかなこの、うん、肝心の、はい、これはシールズですね。ちょっとこれ、うん、UCD さんなんですけどね。この方は、シールズの方なんですか。そうです。多分シールズだったと思うんですけど、5月30日6時半ですね、今日のツイートですね。高橋氏は徹底的に叩かれる必要がある、うん、なんで死んだんだからさ、はい、今更叩く必要ないじゃん、うん、そうですね、うん、本当にね、これだけじゃなくて、うん、ちょっとね、あの芝木隊っつうか、男組っつうかシールズかなんか分かりませんけど、うん、はい、結構死体襟が多いんですよね、あいつらのツイート見てると。ちょっともう考えろよ。そうですね、ね、私も病気して、うん、まあ死に方がね、うん、添田みたいになるじゃないかとか、うん、ちょっと心添田氏ね、はい、みたいになるんじゃないかとちょっと思ったりもしたことはありますけどね、うん、本当家族と連絡が取れなくて亡くなっても、うん、でそのせいで発表が遅れたみたいなことを言ってましたから、うん、ね、うまいこと、ね、自分の死を利用しちゃった、うん、利用されちゃったんじゃないかなと思うとこもあったりね、もう本当に悲しいですけどね。そうですね、まあね、意見は食い違えど、そう、うん、亡くなった人を悪く言っちゃいかんよ、うん、からにはですね、もう本当にお悔やみを申し上げるとしか言いようがないですね、はい、はい、じゃあ次いきますか。次はきますね。ちょっと、はい、ちょっと空気を変えて、はい、そうですね、切り替えていきましょうか、はい、そうですね、気分を変えて、はい、この雨が降らない、ね、本当に梅雨かねっていうかな。これ僕まあ仕事ね、うん、やってるわけなんですけど、まあ本当に雨が降らない、うん、まあ梅雨入りしましたとね、気象庁の方が、まあ、言ったわけなんですけども、それからですね雨が全然降らなくて、非常に私たちもね、1回か2回じゃない降ったの、本当にそれぐらいなんですよ。ひいひい言ってるわけなんですけれども、でまあこんな感じでですね、はい、新聞でも非常に雨が少ないということで、南北大東省とキビ農家姫って本当に、うん、もうサトウキビ畑もですね、もう干からびてきてるということで、非常に問題視されているわけなんですけれども、はい、でですね、こちらの方に沖縄地方も少雨傾向続くということで、ダムの貯水量っていうのはもうあるんですけれども 47.3% 本当ね、ということで 50% 切っちゃってるということで、本当に降らないんですよね。しかも暑いよね。もうちょっと今日ね、マジで車のクーラーつけたまんま、うん、始動しようとして、はい、かかんないのよ。クーラー切ったらかかったけど、ああこれちょっと、はい、暑さでやられたんじゃねえかと思って、うん、ちょっと本当にこのね、少雨傾向がずっと続くとですね、本当に断水も、ね、もうしないといけなくなるんじゃないかな。何年前かな、断水なんてもうないよね。そうなんですよ。子供の頃でし
もう自分そのイメージしかないです。だから僕はその断水なんかあれ、はい、水郷日田市出身だからそんなイメージ ないんだけど、はい、沖縄じゃその断水ってそうもう何十年前の話なんで僕からしたら十何年前の話なんでね、本当にちょっと雨降ってほしいなっていう今日この頃ですね。はい、これからまたどうなっていくのかちょっとねちょっと心配なおしゃれです。宮古島なんかどうするんだろう。どうなんですかね。あそこないやん川が。まあ平地が多いですからね。そう、はい、だからちょっとねちょっと本当に心配です。もう俺もいつか干からびないのかなちょっと心配なんですけどね、マジで熱中症には気をつけて、熱中症対策ね、気をつけてね。沖縄の方はもうして酸っぱいマンを食べましょうね。酸っぱいマン、はい、ということで塩分取りましょう、はい、ということで、そういうお話がございました。はい、じゃあ次いきましょうか。はい、続いてですね、うん、名護市久米産区に再編交付金再開ということで、はい、これですね、本日の、琉球新報さん、まあ西とも、一面に書かれてるんですけれども、はいはい、久米産区の、直接交付金、名護市に一本化へ、防衛省二重払い回避ということで、こちらじゃあちょっと読んでみましょうか。はい、はい、米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設に絡み、防衛省が米軍キャンプシュワブ周辺の辺野古、豊原、串野、久米産区に、交付していた直接交付金を名護市に組み込む方向で調整していることが28日分かった。直接交付金をめぐっては、県や市の、頭越しとの、批判もあったが、辺野古移設に反対しない戸口武豊市長になったことを踏まえ、国は今後辺野古関係予算を名護市に一本化する形だ。名護市が再編交付金を受け取った場合に予想される二重払いとの指摘を回避する狙いもあると見られるということで、まあ2015年かな、15年から17年までですね、この久米産区に直接交付金としてですね約17年度で計2億2200万円を交付しているわけなんですけれども、それをですね、まあ、今度竹豊、市長になってですね、この再編交付金が再開されるということで、その交付金、直接交付金してたものを全部その再編交付金に、組み込まれるということで、一本化になると。ようやく名護市が、はい、正常化したわけですね。そうですね、はい、ね、前市長がちょっとバカだったから、本当にあいつはね、バカバカ言わないの、はい、ね、本当どこのマスコミも伝えないよ、はい、けど遊泳禁止なのはあんつのせいじゃん。ね、その件に関して辺野古は久米産区の海が、はい、まあそういうのもありますけれどもね、はい、でちなみにですね、戸口市長はですね17年度と18年度の再編交付金約30億円あるみたいなんですけど、うん、その30億円でですね、給食費や、保育料の、無償化、うん、あと無料 Wi-Fi 化に、約22億円を計上しておりまして、で残りのお金をですね、久米産区を含む東海岸に、うん、いろいろと使いたいというふうにお話ししておりますね。いいですね。散々ね、はい、また言いますよ、稲峰のせいで、うん、ね、本当、まあまあまあ、稲峰のせいでさ、はい、ということなんですね、稲峰のせいでさ、はいはいはい、まあ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 、まあ、本当にね、はい、下水道はできないわ、うん、しかもその間辺野古国民との面談なんか一回もしてないわ。まあまあまあ、落ちてざまあみろですよ。まあ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 、まあ、そういうこともありましたけれども、でですね、その、交付金でですね、まあ遊具とか、うんうん、辺野古区は遊具施設とかを求めているということで、串区は、18年度で倉庫施設、うんうん、とかですねを作っていきたいということで話をしていると、いうことですね。はい、ということで非常に僕としてはいいいいですよ、
話なのかなと思うんですけれども、まああのまあ、懸念されているのはこの30億円、うんまあまあ、この今回の再編交付金でですね、まあ、ちゃんとこの久米3区にお金が行くのかどうかっていう、うん問題視されているところもありますね。いやそれ勝手に言ってるだけでしょ、はいまあ、このこっちが言ってるわけなんですけれども、はい、そういう話も出てますよ。いやあの辺野古の、うんまあ、人に聞いたんですけどね、はい、ああもうそれでいいよと、一本化でいいよと、うん私たちが別にあのこの間菅さんが来てたでしょ、うんはい、あの市が、うん、市を通してくるんだから会う必要もないでしょって、うん、なんで会わなきゃなんないの、うん、って言ってましたもんね。はということでですね、まあはいまあ、いい感じで進んでるということですね。そうです本当にね、稲峰の進むのやつがよ、まあ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 、まあ、1960年、はい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 ということで、はいまあね、給食費や保育料の無償化も本当にクズみたいな市長でかさこらこらこらはいということで、はい、ということで再編交付金が再開されるというお話でございました。はい、じゃあちょっとね、はい、シャッとね、はい、後半ものすごく長くなりそうな話題があるんで、うんはい、これ辺野古の味差しについて。辺野古の味差し、はい最近ちょっと話がまあ、出てるわけなんですけれども、これですね、まあ、僕ちょっとこの件についてはちょっと分かんないんですけれども、はい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 、なんか味差しという、鳥ですか。そうです、鳥がいるということで、味差し舞う基地の海ということで、まあね、絶滅危惧種のアジサシが、あこのアジサシっていうのは絶滅危惧種、まあ、種類がいるからね、あの奪うんじゃないかとかね、工事のせいでいなくなるんじゃないかとか、どうせおそらく書いてるんでしょ、はい、あまたそういうことが書かれてるんですかね。そんなね、はい、まあそういうこと、海上保安庁のゴムボートがあり、うん、ゴムボートがあり、埋め立てのために、採石を投下する作業が続いてるよ、その下の写真見てよ、そのね、あこの下ですか、はい、鳥の下のね、こういうところに卵を産むんですよ、ねはい、卵を産んでね、うん、あのいかにも海保とかが工事とかが邪魔になってるのかなとか、はい、もう読んでないですけど、このくだらんから、ね、本当にね、はいうん、どこにもいるだろう、そうですね、このアジサシですか、ね、うん、それこそもう鳥とかちょっと僕は詳しくないんで何とも言えないんですけど、砂浜に卵を産むのよね。あこのアジサシですか。そうです。おね、はい、もちろん那覇空港付近にもいますよ。あ、那覇空港のところに。そうそう。ああ、このアジサシは普通に飛んでると。うん、で、でさ、はい、その那覇空港の営装地、うん、バンバカ埋め立ててますけどね。ああ、なるほど。そこは問題視しないのかと。そうだよ。本当ね、あの砂浜埋め立ててるでしょ。はい。うん。なのになぜ辺野古だと話題になる。ジュゴンもしかいねえよ、ジュゴンなんか辺野古によ、はい、ジュゴンのことも言いますけどね、はい、今度は味差しのことを言って生きてると、そう何にかしらね、うん、本当にねちょっとしたことでもこいつら、うん、ね、引っ掛けてくるでしょ、うん、なんかこちらでは沖縄は、うん、世界最大の味差しの繁殖地と言われているそうですよ。で、大浦湾には毎年味差しが訪れると、うん、はい、で環境省のレッドリストでは、絶滅危惧2種に分類されるというふうになんか言っておりますね。あのね、はい、平島ってあるでしょ。平島、辺野古の島の、うん、はいはい、島ですね、うん、はい、あいつら、うん、トイレに使ってんのよ。あ、前やったよね、うんうん、はいはいはい、ありましたね。 あれが平島なんですね。そうそう、はい、どの口が言う、うん、同じ船に乗っていながら、はい、ね、ちょっと舐めすぎじゃないの新聞うん、そうですね、まあ、でもこんな新聞の、ね、発表をね、またバカの年寄りが、うん、ね、信じちゃって、うん、悪い変な声反対とか言って、バカじゃねえのかって本当思う。味差しが、そうそうそう、本当バカじゃないのまあ、まあ、バカは連呼しないようにね行きましょう、はい、おバカじゃないんですかあなたたち
はい、ということで、まあ、これからもですね、またこのアジサシについてですね、また何か話が出てくるかもわからない、ね、多分ですね。はい、ということで皆さんはどう感じられますでしょうか。ということで、そろそろお時間が参りましたので、続きましてはコラムのコーナーに移りたいと思います。宮平大作のウチナーチュラグルメです。どうぞご覧くださいませ。皆さんどうもこんばんは。私のおいにチェック、宮平大作でございます。ということでですね、私ですね、このチュラグルメでですね、いろんな商品のですね、おいにをチェックしてるわけですよね。なあ、くんかくんかしてね、いろいろと匂いしてるわけなんですけれども、ただね、ちょっと最近ですね、友達とですね、ちょっと女性が隣に座ってですね、お酒を飲む場所があるんですけれど、まあ飲み屋さんですね、飲み屋さんの方に行ってですね、でたまたまその時に帽子を私かぶってたわけなんですよ。でそしたらですね、その帽子の匂いが臭いっていう話になってですね、わかります、帽子のこのつばのこのあたりね、結構使い古してたらですね、この匂いが染みつくっていうんですか、感じですね。その匂いを嗅がそうということで、その時にいたグループが10名ぐらいいたんですけど、でその中で一人一人僕の帽子を嗅がせるわけです。ちょっとおいにチェックしてっていうことで、はい、したわけなんですけど、みんなね、臭いと言うわけですよ。でも自分としてはもう嗅ぎ慣れてるのか、自分の匂いだから臭くないのか分かんないんですけど、そんな匂い臭いっていう感じもしないんですよね。でだけども周りみんな臭い臭い臭いっていうことで、だいぶディスられたんですけれども、全然関係ない話になると、大作の反対は臭いだから臭いのかなとか、なんかわけのわからんことを考えたりもしてるんですけど、それは置いといて、そんな感じでですね、臭いと言われたわけなんですけれども、そんな中ですね、一人だけ女性がですね、匂い嗅いだ時に全然臭くないんだけどっていう人が一人だけいたんですよ。はい、でびっくりしちゃって、ちょっと結婚しないとかいう冗談もね言ったんですけど、軽く流されたわけなんですけれども、はい、で臭くないということで、やっぱなんか似てる性質が、体の性質が似てるのか分かんないですけど、臭くない人は臭くないんですねと思って、いたわけなんですけど、そしたらですね、向かい側にいた僕の友人がですね、また帽子かぶってたので、じゃあそれ匂い嗅がせてみろよと、おめえの帽子もくせえだろっていう話で、ちょっと友達の帽子を拝借してですね、匂いしたらですね、もう臭いんですよ。もう臭くてですね、もう気絶するかなと思うぐらい臭かったんですけれども、そしてまたその友達のね、帽子を嗅がすわけですよ。ちょっとこれの方が臭いだろっていうことで、嗅がせるわけなんです。そしたらみんなね、全然臭くないっていう話になってですね、はい、不思議ですね。僕としてはめちゃめちゃ臭いのに、他の周りの人は全然臭くないって言うんですね。で嘘でしょっつって、またちょっと確かめてくんかくんかするんですけど、めちゃめちゃ臭いんですよね。でこれやばいなっていうことで、でそれで僕のことを臭くないって言った女の子がいたんですけど、その女の子にこれをまた匂い嗅がせたんですよ。そしたらこの女の子めちゃめちゃ臭いっていうことでですね、この子だけその友人の帽子が臭いということでですね、やはりちょっとなんか気が合うのかわからないんですけど、求婚を申し込んだんですけれども、また流されてですね、はい、ということで、本当にこの匂いね、合う人と合わない人っているんだなと思って、ただその場にいた
10名中の、まあ、僕とその女の子2人は、まあ、少数派だったのかなということなんですけれども、まあ、そういうわけでですね、まあ、あの人の匂いで合う合わないっていうのもあるんだなっていうことをですね最近あの実感した、宮平なんですけれども、やっぱりですね、まあそうですね、そういうことでちょっとびっくりしたっていう話なんですけれども、で、まあ、あのその女の子にしょっちゅう結婚しよう結婚しようって言ったんですけど、あの女の子はですね早いとか言って言うの早いとかいう感じだったんですけれども、まあ、それをねあのちょっとじっくり考えてみると、こうなってあの初対面でねすぐ結婚しようっていうのは、セクハラに当たるのか当たらないのかっていう素朴な疑問も出てきたわけなんですけど、皆さんどう感じられますでしょうか。僕はそんなにセクハラではないと思うんですけど、まあ、感じ方によってやっぱりすぐ結婚しようっていう人はちょっと嫌だっていう、なんかセクハラみたいな感じもあるのかな、どうなんでしょうかね皆さんということで、まあそういうわけで私はなんだかんだ婚活頑張っておりますよっていう話で、じゃあ、本題に入っていきたいと思います。はい、では本日の、沖縄の商品はこちらとなっております。じゃじゃん、はい、東村特産お茶せんべい、パチ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 ということでですね、本日は東村特産、お茶せんべいをご紹介いたします。はい、これはまず、まあ、パッケージは見るからに至ってシンプルな、透明な袋にですねちょっとシールパッケージしシールが貼られてて、まあ、お茶せんべいということで、後ろにこれお茶の葉ですかね、が載っておりますね。はい、でこちらですね、製造者の方がですね玉木製菓さんとなっておりますね。で販売が、東村、茶生産組合、が販売しております、東村特産お茶せんべいですね。香り引き立つということで、気になりますね。じゃあ早速開けてみたいと思います。香り際立つということでですね、やっぱりこのオイニーチェックもしないといけないですねこれは。はい、まあこんな感じですね。まあまあ、小麦粉のおせんべいに、お茶の葉が粉ですかね、まぶされているような感じですね。はい、ちょっと一つ取ってみましょうか。はい、まあ、こんな感じですね。はい、ということで、まあまあピン、まあ、お約束のピンボケなんですけど、ちょっとお湯にチェックしてみようと思います。ああ、お茶の香りがすごいですね。うん、確かに。うん、素晴らしい。お茶です、これ。これせんべいじゃないです、多分お茶ですね、これ。ちょっといただきたいと思います。いただきます。うん。サクサク。うん。うんうん、味的にはまあ、あのシンプルな、うん、小麦粉のおせんべいだなっていう感じなんですけれども、お茶の味がちょっと薄いかなっていう感じですね。このお茶の追い煮とは裏腹にそんなにお茶の味はしないのかなと。はい、いただきます。うん、あ、これあれですね、噛んだ時にお茶の味はそんなしないんですけど、やっぱ香りが、お茶の香りがすごいいいですね。うん、あ、これ確実にお茶と合いますね。うんうんうん、でこれまた形が非常に面白いですね。うん、うん、なんかちょっとひねってるのかな、これどういう作り方してるのかちょっと不思議なんですけれども、まあ、うん、かわいい感じのおせんべいですね。うん、
まあ味としてはまあ至ってシンプルな味ですね。これ東村はですね、まあお茶も、作っているということで、そのお茶をですね、まあせんべいにしたよっていうことで、はい、うん、非常に香りは本当にすごいですね。よし、今回の評価できました、今回の評価はこちらとなっております。じゃじゃん、はい、今回の評価、総合評価は25点中の17点でございます。パチ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 ということで、まず価格から見ていきましょう。はい、このお茶せんべいですね、まあ250円、一袋250円だそうで、まあ東村の特産でですね、ありますから、まあ値段的には普通かなということで、今回3つとなっておりますね。で量、はい、量は自分が、思った限りではですね、まあちょっと多めなのかなと、はい、いうことで量は今回4つとなってますね。はい、見た目、はい、見た目は3つでございます。そうですね、まあ本当に至ってシンプル、シンプルな、パッケージでございますし、そうですね、商品自体もですね、まあそんな、良くもなく悪くもなく、普通かなということで、今回見た目3つとなっております。はい、で沖縄館ですね、はい、今回沖縄館は4つとなっております。そうですね、東村で作られているお茶を使っているというところとですね、まあこちらもですね、東村の方でしか手に入らない、おせんべいというふうに聞いておりますので、はい、そういったところで、まあ、沖縄館は4つということで、今回はしております。はい、で味ですね、味、まあ、ちょっと悩んだんですけれども、今回は3つとなっておりますね。非常に、香りはすごいんですよ。このお茶の香りはめちゃめちゃすごいんですけれども、そのお茶の味というのがですね、ちょっと薄いかなというところでですね、今回味3つとなっておりますね。ちょっとお茶のこの渋さとか苦味というのがですね、ちょっと、なかったかなと、個人的には思ったので、まあサクサク感とかね、そういったの非常に良かったのかなと、はい、思います。ということで、今回総合評価25点中の17点となりました。パチ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 、はい、ということでですね、まあ先ほども、申し上げましたけれどもですね、こちら、東村特産、お茶せんべいなんですけれども、こちらですね、本当に東村の方でしか手に入らないというふうに、話聞いておりますのでですね、ぜひ東村に、行った際にはですね、トライしていただきたい、商品となっておりますということでですね、ぜひともトライしてください。ということで本日はですね、製造者さん、玉木製菓さん、販売者、東村茶生産組合のが出しております東村特産お茶せんべいをご紹介いたしました。また次回もですね、いろんな沖縄の商品を紹介していきますので、皆さん期待していて待っていてください。それではまた次回お会いいたしましょう。皆さんありがとうございました。宮平大作のうちのあちらグルメ、いかがでしたでしょうか。さて後半戦に行きたいと思います。はい、はい、ですね、やっぱちょっと皆さん気になると思います。ノスの正体は現役の NHK 職員か。まだね、確証は取れてないんでね。まあこれ先週に引き続きみたいな感じで。そうです。常念さんが虎の門下なんかでもう行っちゃって一気に広まった感じがあるけど、一応うちらがつけ何ですかね。先陣を切ったじゃないですけど先陣を切った、そう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 、まあ先週お話ししましたよね、はいはい、この野須さんという人は NNN の職員ではないかと、うん、
ということで、まあ、ちょっと気にしたんですけれども、そうですね、はい、あの実は僕もかなり昔から、うん、はい、ノスが今道より死ではないかとは、ね、うん、ちょこっとちょこっとずつ情報は入ってきたんですけど、うん、やっぱりあの特定してまだまだ未だにその、うん、なんですかね、特定した情報が出てるわけじゃないんで、うん、ね、はい、じゃあまだはてなな状態があるということですね。そうです、本人も言ってないしね、はい、ね、でちょっとこの常念さんもこれ言ってましたよね、世に生む日々、これです、ね、これを使ってこの人があの一番最初にノスは今道折じゃないかと、あ、この方がそうそうそう言ってたんですけどね、もうティーダ大好きなんぞ、ノスと一緒くたにしちゃいけないよ、全然レベルが違う、ノスに失礼だ、16年にかの地で調領した芝木大公国党の経営山理科なんぞとは天と地ほども違う、知的レベルが違う、そうじゃないと司令塔にはなれない、ノスをキーマンだと見抜いてマークしてたのは油食い小僧だよねと。うん、なるほどですね、うん、あのね、確かにものすごく突き回してましたその男を、あ、もうこいつがね、ね、ノスが、うん、まあここまでやって、芝木隊とか、うん、男組とか、はい、大きく取り上げられたでしょ、うん、あの琉球新報にも再結成の、あ、はいはい、ね、ね、その時はね、添田君が、添田氏が捕まるとは思ってなかったんでしょうかね、うんうん、はいはい、ね、ノスをキーマンとして、うん、キーマンだと見抜いてマークしてたのは油食い小僧だよねって、この油食い小僧というのが浦木さんということ、そうです、はい、ずっと ね、 ね、確かに自分でその、うん、こいつじゃないか、こいつじゃないかっていろいろ説は出てたんですけどね、うん、で、あ、説が、説は出てたんですけどね、ずっとそのノスが沖縄にいた間、うん、急に男組が出てきて、うん、そして男、高井の騒動あったでしょ、うん、はい、あれからあの、うん、ね、添田組長が、うん、ね、まあ、転落って言ったら何ですかね、その捕まった後、うん、そして痴漢の疑惑が出た後もありましたし、うん、はい、それで急激に芝木隊関係者の関わりが薄くなったんです、沖縄から。実は他にもありますよ、他にも、うん、芝木隊関係者の LGBT の関わりも薄くなったし、うんうん、なるほど、ね、多分絵描いてたんでしょうね、あ、このノスさんがそういうのを全部やってたのではないかと、そうそうそう、いろんなところに、ね、手広げて、はいはいはい、で、それをずっと追い続けていたわけですね、はい、もちろんです、あー、キーマンだと思って、うん、でちょっと、ね、情報収集のためにツイッターでこうやって検索するんですよ、うん、検索、うん、コンミチオリ、なぜかこれなぜかなぜかよ、なぜかこのノスさんが出てくると、そう、いや、まあ、これで確定したわけじゃないですけど、コンミチオリイコールノスっていう話題が多かったんで、多かったからこういうな現象が現象まで最初見た時笑いましたもん、あ、 なるほど、ね、なんでノスだよって本人は一言も言ってないんですよ、でこいつがねまたね、うん、ひどくて、はい、大作ちゃんも無関係じゃないのよ、ん、僕が無関係じゃないと、うん、何ですか、こいつは、はい、キャンプシュアブは誘致されてない派なんですよ、うん、ああ誘致されてない派、うん、で結構僕もおもうめんどくさいんで、はいはい、熊本君っていう大学教授のみとしてか打ち合わなかったんだけど、あ、熊本さんという人がいるんですか、そう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 、ね、あ、その人も誘致してないという派で、俺が誘致した派でね、まあ、論争になって証拠は何なんだよと、うんうんうん、お前らの聞き取りだけじゃねえか、こっちは新聞紙という強い見方があるのに、しかも誘致ってバッチリ書かれてるのに、まあ、誘致じゃないって言い張っても無駄でしょって、あ、仮にその誘致、はいはい、誘致という表現にした経緯が何であれ、うん、誘致したって村長が言ってんだから誘致だろって
はいはい、あ、まあ、その論争をずっとやってるんですか。そう、うん、で、その、まあ、自分なんかは写真、新聞で見つけたじゃないですか。そう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 、見つけて、それに対してまた何か違うこと言ってくる。そうそうそう、聞き取り調査、調査した限りでは、じゃねえよ、もう村長が誘致って書いてるから誘致だろっていう話にずっとしていて、その中でこの野瀬さんは、うん、なんかその、誘致してない派だったっていうことですね。そうそうそう、で結構本当関わりは強かったんですよ。僕が辺野古で、ね、ちょっと殴られた時とかもいろいろなんか言ってきて、うん、でちょっと会話して、その時は話が通じたんですけどね、うん、で他にもこいつはね、いろんなところに手を出してます。いろんなところに手を出している。高須はこの直後ブロックして逃亡しました。打ち合おうぜ、おい、うん、高須さんといえば、高須クーリニックの高須さんですね。そうですね。あと、また何ですか、議論しましょうと。そう、議論しようぜ、打ち合おうぜと、うん、そして与田刑事、嫌がる女性にまとわりつく卑怯な真似はやめて、私と議論しようぜ、暴力について。まあね、バレてないと思ったんでしょうね。うん、ね、1918年4月、ごく最近ですね。与田さんにもこうめちゃくちゃ絡んでるんですよ。絡んでると、まあ、そういう意味では、まあ、いろんな人と、議論しようぜと。そう、議論消しちゃったんだよ。しかもこれ、あ、え、アカウント消しちゃったの。あ、このこの野洲さんのこのアカウント自体がなくなったってことですか。そう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 。お、これはまたなんで、しかもね、この渦中によ、昨日なくなったんですよ。昨日このアカウントがなくなったと。そう、削除された、うん、削除した、削除されたか分かんないですけど、まあ、なくなったと。そう、あね、これは画像出しますけど、これが今道織さんですね。はい、これ確か在特会かなんかのカウンターの東京にいた時の、うん、この方が道織さん、うん、うん、しかもね、こいつに湧いてくる用語がね、また頭の悪い人しかいなくて、うん、オスプレイファンクラブとか、ああ、はい、もうね、答え合わせを自分でしちゃったみたいなツイートが多いんですよね。よくも見てくださいよ、これ、コン道織、まあ、この方が野津さんではないかと。そう、まだ確証は持ってないからね。この騒動の間にアカウントを削除したっていうのも、うん、でなぜか知らないように、その野洲さんのアカウントが昨日なくなったと。昨日ね、コメントをなんか途中で出して、僕もスクショ取ったんですけど、あんまり意味がわからないんで、うん、あ、一応コメントを残してそのまま削除っていうことですか。そう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 。でこいつがね、本当に今道織氏なら、うん、だいぶまずいんですよ。だいぶまずい、 NHK 的に、はあ、それがなぜかというと、うんうん、なるほどですね、これ強くちょっと言っていきたいんですけど、うん、まあ、よく調べてますね。だって油食いこそだもん。まあさすがですね。はい、これですね、うん、これ関係ない、ね、ツイートに、一見そのツイートに見えるじゃないですか、関係あんまりないなと、辺野古区ではないんでは、いい加減反ヘイト派から離れてほしいって、大げさのことを誘拐犯って言うのは、辺野古の宮なんだね。こいつはもう懲りねえな、本当に懲りないって。宮ですね、宮さん、うん、これよく覚えてください、はいはい、宮さんなんですね、うん、まあ、この宮さんという人の話でこうなってる。そうです。うん、で、はい、宮さんね、はい、あとこのいい加減ヘイト派から離れてほしい、それはこの宮さんに対して言ってるってことですか。そうの話題を出してるんですね、はい、そしてなんでか知らないけど、うん、過去宮さんに向かってこんなことを言っております、うん、はい、宮里さんはやっぱりデマに加担するんだねと。お、あ、宮さんという方は宮里さんということなんですか。そうです。これは本、宮さん本人に許可を得てますんで。うん、で、野洲さんは宮さんなぜか知ってるんですよ。あはははは、なるほど。正直ね、宮里さんは辺野古区じゃないです、うん、の住民じゃないです、はい、
って家も知ってるけど言いませんよ、うん、まあまあまあね、で、うん、この宮里さんっていうのが結構す、結構重要なポジションにあるんですよ、あ、この宮さんが、うん、はいはい、辺野古じゃない、もう、まあ、旧久慈村民なんですけど、うん、はいはい、ね、うん、でこの人が、はい、ちょっと話はそれますけど、誘致されたっていう日記を見つけたって言って、あ、それが僕 の、 その、はいはい、今回の手がかりになったんですね、はいはいはい、この人は、うん、あの命を守る会ってあったじゃないですか、はい、あの海側の、そう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 、ね、はいはい、まあそのおじいさんが、うん、お父さんがかなりの反対派で、うん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 、はいはい、有名なんですよ、お、まあ、結成に関わった、ね、うんうん、まあ、一族なんで、そう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 、はいはい、でね、まあまあまあ、うん、そういう重要人物であると、うん、皆さんはそうです、で なぜか知らないけど野さんは宮里って言ってる、宮里と言ってる、沖縄に宮のつく名字何個ある？まあ、宮平、そう、宮平でしょ宮平、宮城、宮里さん、うん、まあ、あと宮国、宮国さんもいますし、まあ、いっぱいいますね、あの沖縄じゃなくても宮川もあるしね、ああ、いますね、あ、なんで宮里って特定したんだろう、うん、なんでなんですかね、不思議ですね、うん、そしてね、普通に考えると、普通に考えるとダメでしょ、うん、ダメっていうか、なんで宮里さんって言い入れてるのかがわからないですね、うん、うん、もう知っちゃってるんだよ、うん、NHK のディレクターっていう立場にして、うん、そして NHK の、うんうん、ね、これ職務上知ることのできた機密やプライバシーなどの情報は適正に管理する、自己の利益のために用いてはならない、うん、これは NHK のね、コンプライアンス、 NHK の中の、コンプライアンスということでルール、そう、うん、みたいなのがあるわけですね、その中の一つで、まあアウトでしょこれ要はその情報を、まあ、言ったらダメだと、そう、 NHK の職員ならば、うん、アウトでしょ、うん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 、ならばですね、うん、あのこれは僕のツイッターに載せてあるんで、はいはい、あの退職までは求めないんですよ、うん、もし今道より死だとしても、うん、けれど処分は下さなければならないでしょう、うん、ここまで重要な話を、うん、ね、久米三区の 人の名前を出して、うん、それで恫喝する、うん、漏らしてるじゃないですか完全に、はあ、そうですね、まあ、っていうことは、あ、まあいいや、これは言わないでおきましょう。何何？いや、ちょっと、あ、何でもないです、うん。気にしないでください。いや、本当ね、はい、これが男組を強烈に支援してて、うん、何するか分かりませんよ、うん、相手は、はい。ね、捕まっちゃってるんだから、何人も。うん、そうですね。で、それを利用して、ということは反対派に情報を流してるんじゃないかと。うん、流してますよね。ということになる、うんうん、もし、まあ、確かにコンさんだとしたら、もうそういうことになりますね、うんうん、はあ、これあの僕のツイッターに載っけてますんで、うん、ちょっと裏、あの宮さんとも裏でやり取りして、これは、はい、これ使ってくれっていうことなんで、うん、出てきたセリフなんですけど、でまあそんな野瀬さんがもう亡くなったと、アカウントが、そう、はい、昨日急激に、うん、これもまた謎、その他ですね、その他ですね、うん、あ、はい、これ、うん、衆院では私は共産党を支援してきましたよ、だからあえて言ってるんです、共産党の名護での努力も知っています、うん、共産党、うん、私は那覇一区で赤嶺さんを支援しましたよと、うん、これ中立公正を謳う NHK の職員としてどうなの、うんうん、なるほどまあまあ、うん、言えばいいのか、アウトでしょ、まあ、コンさんのだったという、うんうん、だとしたらですね、うん、まあ、でね、まあ、どうなのかなっていう感じですけれども、この、うん、あとさらにまずいことに、はい、コン道より氏だとしたらまずいことに、うん、だとしたらですよ、うん、まずいことに、うん、こいつね、うん、和田政宗議員ディスってるんですよ、あ、元 NHK のアナウンサーだったでしょ、はい、和田さんも、で辺野古に来ましたね、うんうん、
はいはい、来ましたね。で暴行事件がありましたね、はいはい、反対派による、はいはい、ありましたね。それをこちら側が挑発したって言ってるんですよ、はい、このノスさんは、うんうんうん、こちら側が挑発したからおばあが叩いたと、うんうん、はいはい、言ってるんですよ、うん、デマですよ、うん、まあ動画もありますよ。その動画あんま見てないんでちょっと言う。手の子さんのところに置いてあるから。なんとも言えないですけど、まあそういうのがあったわけですね。ありましたね。挑発したことは一度もないですし、うん、むしろ向こうが道路を乗り越えてやってきて、うんはい、もうバンバン叩く、うん、行為をそういう行為をやってるんですよ。うん、これ名誉毀損でしょ。だから謝罪さえすれば、うん、僕はそのこれ以上の言うことを言うことはない、うん、だから謝罪しろって言ったんですけど、うん、何も答えることがなく消えちゃいましたね、うん、そうですね。ちょっとまあ野須さんはコンさんではないかという疑惑がまだ深まっていくというか、うん、ね、またこの話題の渦中にまた削除してるから余計にだから名誉毀損は残ったままなんですよ、なっちゃいますね。うん、NHK はとにかくこれがうん、さっきのコンプライアンス違反のことも含めて出さないと、うんうん、でも、うん、そうですね、気持ちは分かるんですけど、うん、この確たるねあれがあった場合でそれがなるのかなと。そうそう、だから皆さん、うん、できるだけ NHK に問い合わせてみてくださいね、うん、完全なる名誉毀損ですから、うん、私もやります。はい、まあそのね、はい、ということで、まあ、僕はこれ以上はちょっと何その奥歯に物が挟まったような言い方はじゃあだからそのいやノスノスって言いますね、ノス、うん、はお前ちょっとね謝罪だけはしとけよ。ね、胡蝶庵ディスったこともあったし、はあ、まあ、その人自体を批判する気は、うん、そのやった行為を批判する気もあるけど、うん、ちょっとねそれだけは許せないことが何個かあったんですよこいつは、はい、ノスウォッチャーとしてね、うん、ノスウォッチャーアンダー警防ジャーとしてね、はい、いやもうとっくの昔にお前のツイートは魚卓をすべて取られているから、はい、ということです。まずいことになる前にとりあえず謝罪かなんかしといた方がいいんじゃないかな。もうちょっとねこれ国会議員を巻き込んだデマ報道じゃないですか、うん、はい、まずいぞ。あと宮さんももう、うん、はい、うん、かなりやばいぞ背景がやばい、はい、まあ、とりあえず宮さんをねつつくのはいいんだけど、はい、背景がかなりやばい、やまあ、とりあえず大変だと、まあ、言わんどこ大変だということで、うん、はい、じゃあそういうことで、ですねそうじゃあちょっと次の話題いきますか。もうそろそろちょっとお時間が迫ってきてるので、そうですね、琉球独立まで広島市に立った看板といい、はい、ちょっとね、うん、松島なんとかが出したこの声明文といいね、だいぶ追い詰められてますね、琉球独立、あ、はい、うん、で訴えてる方がいらっしゃいますね。そうそうそう、はい、でこれ琉球独立学会が杉田水脈さんに向けて、うん、なんかその抗議文かなんか知らないけど出したみたいですね。僕はそこら辺はバカとかしか思いませんし、これ見てくださいよ、琉球、はい、宜野湾市宜野湾琉球ってなんだよっていうとこにねちょっと軽くツッコミ入れときたいと思いますね。はい、ね、ね、ちょっとねその看板、はい、なんか、うん、広島市の、うん、にあったこの琉球独立まで広島市だったかなとか忘れたけど広島、うん、これなんかあるんですよ、沖縄独立まであとなんすかこれ意味が分かんないね、 1106.12km、うん、ちょっとあるちょうど距離になってるらしくて、うん、ちょっとよく分かんないですけど、はい、そういうのもあるわけですね。はい、はい、で、うん、最後は最後、はい、六歳者の本が出ます。六歳者さんの本が、出るということで、真実と暴力の隠蔽出版と、はいはい、
で、ね、沖縄に来るの6月1日だなそうなので、いまだに手に入れられなくて、アマゾルを手に入れて、あの、はい、六歳者さんは結構ね、あの左翼ですけど、はい、あのなんですかね、言論封殺しないとか、うん、あの基本的に、まあ、前回もね、あのちょっと紹介しましたよね、うん、あの前の本ですか、あの、はい、ね、楽しみにき、ね、うん、那覇に来たついでにね、うん、買いに行こうと思ったら あさってですって入るの言われてね、はい、本当ね、あのアマゾンは使いたくないんですよ、できるだけ、できるだけ本に関しては、はい、あの書店で買いたい、そう、書店で買いたいと、なんでかっていうと、ね、あの そんなことばかりしてたら町中の書店が潰れちゃうよと、うん、ね、はい、ね、楽しみに待ってますんで来週お送りしたいと思います。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。そろそろお時間が参りましたので、また次回お会いいたしましょう。皆さんご視聴ありがとうございました。